Is, that's when you reach down into a hole somewhere there's a king brown snake waiting there there's a king brown snake waiting there hi i'm les stroud creator of survivor man and welcome to this session of training and tutorial videos from sony creative software now these sessions are designed to show you the techniques and the tools you need to survive your next video editing sessions the same tools that make sony vegas pro software an integral part of my own production studios now these tutorials are meant to not only help you survive yeah, a simple little acts like this that get you in the most trouble. Your next video edit, but also help you refine your craft. <music> 2台3台4台 もしくはそれ以上の台数のカメラで同時に撮影された素材を編集しなければならない機会も増えてきましたまた別々に撮影された複数のビデオ素材を行ったり来たりして編集することもあるでしょう基本的にプロジェクトでビデオのトラックが増えるとそれだけ編集の判断や作業が難しくなります a ガスプロでは簡単にマルチカメラ編集が行えます このビデオではマルチカメラ編集でより早く直感的な作業が行えるようにその方法を説明しますこの例では4台のカメラを使いますがメガスプロでは32台までマルチカメラ編集が行えますまずは全ての素材をタイムライン上に配置しますそれぞれのカメラの素材を別々のトラックに配置しますここでは4台のカメラを使っているのでこのプロジェクトには4つのビデオトラックと4つのオーディオトラックがあります 次の問題はすべてのカメラの素材が完全に同期しているかどうかでこれは素材が同時に撮影された場合に特に重要ですもし素材が同時に撮影されていてフレームシンクロナイザータイムコードジェネレーターのタイムコードが入っている場合は同期は簡単ですそれぞれのビデオトラックを選択してツールメニューからマルチカメラメディアのタイムコードを使用してトラックを配置を選びます この機能はメディア内のタイムコードがその他のトラックのタイムコードと一緒になるようにトラックの位置を調節しますもしフレームシンクロナイザータイムコードジェネレーターがない場合でもベガスプロはそれぞれのカメラのタイムスタンプ情報を元にトラックの同期をすることができますこの場合はタイムラインに素材を追加して同期したイベントを選択しツールメニューからマルチカメラメディアの日時スタンプを使用してトラックを配置を選びます この方法はカメラの時刻設定が少しずれていたりするためフレームシンクロナイザータイムコードジェネレーターを使う場合ほど正確ではありませんが後に手動で調節するくらいで済みますもしこの例のようにどちらの方法も使えない場合は手動でトラックを同期させなくてはいけません最終的にそのオーディオトラックを使うか使わないかにかかわらずそれぞれのカメラで撮影された素材のオーディオを参考にして同期すると良いでしょう 一つのクリップのオーディオをソロにして、手を打った音やドアの音のような鋭くてわかりやすい音を探します。目印となる音とその波形が見つかったら、プロジェクトカーソルをその位置に置きます。それから、イベントの左下の白い三角のスナップオフセットマーカーを動かして、プロジェクトカーソルにスナップするようにします。見えづらい場合はズームしましょう。 次に他のすべてのクリップにも同じように目印となる音の場所にスナッッップオフセセトトマーカーカをセットします。これでそれぞれのクリップの同期するポイントが分かったのでスナップオフセットマーカーがプロジェクトカーソルにスナップするまでクリップを動かします。 手順が正しければ全てのクリップが同期されたはずですもしオーディオすらない場合は映像の中にカメラのフラッシュのようなキーとなる何かを探しましょうこの場合でもスナップオフセットマーカーのテクニックが使えます苦労したとしてもこれでビデオトラックが同期されましたこの例のようにカメラが同じタイミングで録画を開始したり停止していない場合が多いのでクリップは全て同じ長さとは限りません このチュートリアルではビデオトラックの開始位置と終了位置を同じにします。結果が見えやすくなるようにこうしましたが、普段はこのような作業は必要ありません。最終的に例えばカメラ3がすべてのイベントを撮影していないからといって、カメラ1で撮影されたショットを見せてはいけないということにはなりません。これでビデオクリップが同期されたので、ショットを選ぶことができます。 ベガスプロでそれぞれのクリップを簡単に選んでカットするためのテイク機能は少し変わっていますテイク機能は1つ以上のビデオクリップを1つのイベントにまとめてそのイベント内で映像を切り替えて1つを選ぶようになっていますこの機能をよく知らない場合はちょっと意味がわからないかもしれませんしかし複数のクリップを1つのイベントにまとめることがそれらを編集するときにどれだけ便利な機能かすぐにわかるでしょう まずはそれぞれのビデオトラックを複数のテイクを持った一つのイベントにまとめます最初のビデオトラックのヘッダーをクリックして選択しコントロールキーを押しながら他のビデオトラックのヘッダーもクリックして選択しますそれではすべてのビデオトラックが選択されている状態でツールメニューのマルチカメラ、マルチカメラトラックの作成を選びますこれで4つのトラックが一つにまとまりますこのビデオトラックのイベントには4つのテイクが含まれています 言い換えると、4つのトラックのビデオは、1つのイベントにテイクとしてまとめられました。これを確認するには、ビデオトラックを右クリックして、メニューからテイクを選びます。これがイベント内のテイクのリストです。名前の前についている点は、そのテイクがアクティブであることを示しています。つまり、そのテイクが現在イベントの中で見えているテイクで、プロジェクトを再生したときにビデオプレビューウィンドウ内で再生されるテイクです。 リストの別のテイクを選んでアクティブなテイクを変えてみましょうこれで一つのイベントに複数のテイクがまとめられ簡単に切り替えられるようになりましたまずは感覚をつかむために手動でテイクを切り替えてみましょうその後にビデオを見ながらリアルタイムでテイクを切り替えてみますビデオイベントをクリックしてカーソルを置きます S キーを押してイベントをカットします2つ目のイベントを右クリックしてメニューからテイクを選びます メニューの下の方のリストから違うテイクを選んで、アクティブテイクにします。これで最初の編集ができました。このように一つずつショットを選ぶこともできますが、もっと良い方法があります。ビデオプレビューウィンドウを見てください。この時点では普段通りにカーソル位置のアクティブなテイクが表示されています。しかし、テイクを素早く選ぶために、全てのビデオを同時に見られる方法があります。 ツールメニューからマルチカメラ、マルチカメラ編集を有効にするを選びます。これでビデオプレビューウィンドウに4つのビデオが表示されました。青く囲まれているクリップが現在アクティブなテイクで、そのテイクが最終的にプロジェクトに反映されます。プロジェクトを再生しましょう。注目してください。すべてのビデオが再生されています。カットを選ぶには、ビデオプレビューウィンドウの好きなカットをクリックするだけです。 またはテンキーの数字でショットを選ぶこともたびにす。e つのビデオでは自動でタイムライン上のイベントをカットしてテイクを変更します。これは先ほどの手動でのテイク切り替えと同じですがリアルタイムでショットを選べるという長所があります。デフォルトでは全てのクリップはいわゆるカット編集に設定されています。 カット編集ではなくディゾルブ編集がしたい場合はコントロールキーを押しながらショットを選びます。終わったらタイムラインを見てみましょう。イベントがカットされ選んだテイクが反映されています。これらのテイクをさらに編集することもできます。例えばタイムラインの4つ目のイベントのテイクを変えたいときは右クリックしてテイクリストから他のテイクを選びます。 また特定のカットポイントの場所を変えたい場合はカット同士の間をトリムして移動できます言い換えるとショットをリアルタイムで選んだ時の間違いを全て修正することができるのですでは最後にツールメニューから「マルチカメラマルチカメラ編集を有効にする」を選んでこの機能をオフにしますプロジェクトを再生して結果を見てみましょうこのようにマルチカメラ機能は複数のカメラの編集プロジェクトでの時間と悩みを減らすことができるのです Now, I may have to survive out in the wild, but when it comes to meeting my next production deadline, it's Vegas Pro that is my most valuable survival tool. Thanks for watching. Check out more of this series for valuable techniques.